皆様を私どもでしかできないお迎え方をいたします。それは日本語ではたった一言で表現できます。おもてなし、おもてなし、おもてなし。それは訪れる人を心から慈しみお迎えするという深い意味があります。先祖代々受け継がれてまいりました。以来現代日本の先端文化にもしっかりと根付いているのです。そのおもてなしの心があるからこそ